サイドコールやりました。今日はこっち側のね、日本海側を北に向かって走りたいと思います。能登半島を北上してまして、途中の道の駅に寄りました。この辺はもうずっと砂浜になってるね。海水浴とかできますね。すごい自由な感じです。道際のすぐ近くに車が止められる。なかなかこういうところは日本にないんじゃないでしょうか。敷地が広くて好き勝手に場所を選んでね、車を止めてそこでテントを張っちゃってもいいような感じなんですけど、どこまでが OK なのかよくわかんないね。いいとこで人がいないところで、この端っこの人が少ないところを選んで設置したいと思います。すぐそばが海水浴場、テントのポールを探しに来ました。この竹とかいいんじゃないかな。はい、こんな感じで設営してみました。拾ってきた流木でサイドポール立てました。いい感じですね。ちゃんとゴミ捨て場も分別されてありますね。灰を捨てるところもちゃんとあります。ここが炊事場、広いですね。ちゃんとしてます。ひとっ風呂浴びますかね。うう、気持ちいい。
肉の細切り、ごま油です。1/3だけ入れます。これはだしです。ちょっと醤油、ごま油をまた追加です。ごまか、ごまを入れとこう。鍋がちっちゃいんで、よいしょ、音、カレー粉です。ちょっと足してみましょう。ちょっと味変です。カレー梅、熱いっす。ラーメンめちゃくちゃうまいっす。朝の浜辺の散歩です。今日も朝から照りつけてます。近くの浜辺で地引き網が行われているところ、今日日曜日なんでね、さっきキャンプ場でアナウンスがありまして、ちょっと様子を見に行ってます。みんな宝物と風の方は3人くんな、みんな思い出に残るから。はい、OK、 はい、OK、 もうお返ししてきましょう。汗だくだくだ。